フォルツァスタイル。どうも、フォルツァ高橋です。今月も男を磨く100の方法で、今月でやっと95までいくので、あと1回で100に到達すると思います。今日って特集的にはトラリゾートリゾート、あのいいですね、この時期。サングラスも買ったんですよ、最近。なんかあのこれに近いような感じで、これがなんかすごい使いやすいですね。都会的でもあるし、リゾートでも使えるので、あの夜も見える。これだ、目線がバレちゃう、バレちゃやばい、バレちゃやばい時もあるんですよ。すごいですね、教えるってやつで。あ、やっぱ外れる。おすごい。え、今なんでくっついてたんですか。おマグネット、ね、マグネットなの。おお、広い。へえ、面白い。え、ここにマグネットでくっついてくっついてます。掛け重でね。取れないの。なんかすごいですよね、旅行。そうですね。毎月行ってますよ。毎月、最近毎月以上行ってる。結婚してないんですか、高橋さん。いや、これだから多分結婚できてないです。いや、多分相手ができてくれば、口ごもっちゃいます。旅行行かなくてもいいんだけど。天然の旅行で埋めてるって、その女の子に楽しそうだと思うところはあるんですけど、ああ妄想で終わりますね。7月、これが公開される21日からなので、まさしく多分夏真っ盛り、すごくいいアイテムが、多分僕も影響されて買っちゃったりするんだろうなと思って見てます。エディフィスで買ってるものが結構多くて、まあ、といっても、バンズのスリッポン、でこれ、ディッキーズですね、ディッキーズの。ちょっとスラックスっぽい、これすごく履きやすいんですよ。これあのグレーと黒両方大人買いしてます。これ普通 の, あの黒の T シャツと、まあ、ちょっとリネンのジャケット、ザネラートのクラッチバッグですね。これめちゃくちゃあのデザイン柔らかいので、ザネラートすごくおすすめです。はい、すごく気に入ってます。で時計はこれブルガリですね。夏なんで結構 ラバーで、でちょっと青いやつですね。これディアゴのマグネシウムってやつですね。でこの右手のバングルはこれブルガリー、これもブルガリーですね。これあれなんですよ、男を磨く100の方法で影響されて買いました。なんで結構本当に自分自身も影響されて買ってて、先月撮ったあのシアサッカーのセットアップも同じブランドじゃないんですけど2つ買いましたから。まあ、今月もですね、楽しみなものがいっぱいあると思いますので、ぜひあの記事もご覧ください。いいんじゃないですか。かわいい。綺麗ね、ジャケット。小さいね。失礼します。行きましょう。あ、その感じです。振り向いた感じですね。16分の1になる。これはね、これはちょっとあれだから、こういう感じで結構もなるよ。でも、もなっていいけど、こんな感じで。面白いな。面白いけど、掲載されねえ。そのまま下げて、そこだ。
前も来たね、来たね。化粧水なんですね。やってる程度。どうぞ。オッケー。なんかでもすごい全部ボケてるように見えるんですね。さあ行きましょう。はい、せーの。ボッタボタにもう一回ダメまで。すごいっすよ。あ、いいですね、いいですね。OK。 あれ、どうしたか。高山のそばうまいです。普通にカレーです。フランクフルトカレー。フランクフルトです。お疲れ様でした。お疲れ様です。この間なんか、はい、勝手に帰っちゃったっていう動画が帰り方っていうコメントが入ってて、すみません。いや、あれすごいすごいなと思いました。いやいや、でもああいう風に、まあ、食べてください、はい、シーン撮ってる方がかっこいいじゃないですか、はい、やってる時に、はい、だからいろんなことやってる方がいいんですよ。そうですね。いや、ただでさえイケメンだからいろんなわけわかんないことやってる方が多分いいんですよ。いや、まあれすごかったです。楽しかったです。僕はいろんな人に小島さんってすごいんだってすごいね。プリン食べます。何ですか。マジで。ちょっと今度こそゆっくりあのカラオケに一緒に行きましょう。他のカラオケめちゃくちゃ好きなんで。あ、ぜひぜひ。はい、一枚。カラオケは行きましょう。はい、行きましょう。すごい好きなんです。いや、星野さんマジ偶然いると思わなかったです。すごいんですよ。なんかテレビの人がいい。昨日ロケじゃなかったね。じゃあまた。サンキュー。お疲れ様です。今たまたま見つけて、本当の昨日の衣装ですか。いやいや、いつも見てます。いや、もうアニさんもがすごいですから。いやいや、もういつも見てます。いや、こちらこそいつも見てます。今日撮影なんですか。もう終わりました。これどうですか、カレー。カレーは普通美味しかったです。普通美味しかった。何カレーですか。俺カレー食べてないです。ダムフルートカレー。え、ダムカレー。あ、ダムカレー。ダムカレー食ってないんですよね、まだ。ダムカレーはカレーじゃないんですよ。ダムカレー食べるの忘れたんですよ。これはダムあんま興味ないですよ。いや、ダム楽しそうだなと思ってますよ。本当ですか。来年行きましょう一緒に。僕アリサンポにちょっと今度じゃダムジグ。あれ、うまこれ行こうよ。行きます。これからもまだ撮影中なんですか。いや、僕はもう。そうだ、倉敷行かなきゃいけないです。倉敷に散歩に。え、本当に行きましょう。行きたいですよね。倉敷に元だから。地元なので。じゃあ行こう。デニムと。いつでもいいです。来週行きますか。来週ですか。来週入れて。来週11か12で。来週福岡。また悪さしに行くんですか。いい店です。いい店。いいあのショップね。ショップですよ。いいショップね。ちゃんと言えるやつです。ね。言い方次第です。いいなんかトレンド感があるね。それ大事ですからね。そうですよね。はい。まだスタジオあるから。え？スタジオあるから。これ元今で。アニラ時間ぐらい回すんでしょこれ。アニラ長じゃない。まだプルプルしてないもん。大丈夫。プルプルしてからが。アニサンプルに壊れかけてるんですよ今。でもね、いろんな今コンテンツがね、谷中ちゃんの靴のやつとかさ、いろんなのがさ、俺の中では今ヨガのことしか考えてない。マキちゃん。マキちゃん。俺今ヨガのこと。一緒にやりましたよ。次どこのロケ地どこなの。じゃあ倉敷でヨガやりましょう。ああ、いいですね。倉ヨガ。倉ヨガ。倉の前。美観地区っていう綺麗な町にあるからね。美観地区ヨガしましょう。白ヨガとかね。じゃあ次の話題行こうか。次の話題。じゃあもっと本当にスタジオあるんで。お疲れ様です。マジですよね。じゃあ次のテーマ何でしょう。次のテーマ何でしょう。俺も打ち合わせあるんですよ。一周して。打ち合わせあるんですよ。また行きましょう。どうも。どうも。応援します。いや、こちらこそです。また、もうアニサンポ大好評すぎるので。